パーソル賞はパシフィックリーグオフィシャルスポンサーである総合人材サービスのパーソルホールディングスによる賞で、2022パーソルクライマックスシリーズパー期間中にファン投票を行い、最もいい働きをした選手に贈られます。パーソル賞に選ばれましたのは山本由伸投手です。宇田川選手の前に押し出されたんですが、この賞は山本投手です。代表取締役社長 CEO、 まあここも妥当じゃないですか、まあですね、まあ、主砲とエースということになりましたね。やっぱりあれ初戦でね、はい、ファーストステージ2連勝で上がってきた、あの勢い持ってきたホームですからね、あの打線をやっぱり、はい、あのピッチングで封じ込めるんですからね。